今日はね、真っ暗ってことじゃないけども、この薄暗い中でね、何やってるんだろうっていう話をね、したいと思います。これね、野菜たちなんだけれども、まあ、勘のいい人たちはわかると思うんだけれども、ちょっとだけ電気つけるね。あんまつけたくないぐらいだけども、じゃがいも。これ9月になってから収穫しているじゃがいもです。まだまだあるんだけどもね。うん。まあ、あと1週間ぐらい収穫を終えるかなっていう感じで、今ここに置いています。で、見えづらくなって申し訳ないんだけれども、このじゃがいも、ちょっと電気消しますね。なんでかっていうと、光が当たると、この蛍光灯の光であっても、じゃがいも緑になります。お日様に当たれば緑になるってことはみんな知ってるでしょ？で、蛍光灯でも緑になるのね。まあ、それはみんな知ってるかもしんない。で、だから、こういう薄暗い中、窓には、この米袋ね、長野県のお米らしいんだけども、古いさ、中古のやつを買ってきて開いて、遮光して、入り口の方は、のれんかけて遮光しています。外の方にコンパネを置いてさらに遮光しています。こういう薄暗い中に置いて、芋が緑になることを防ぎつつ、サーキュレーターで風を送って3日3晩乾燥させてます。で、こっち北あかりなんだけども、北あかり、3日3晩経ったんで、これを袋詰めすると。袋に詰めて保管すると。ちょっとやっぱ電気つけるが、説明しづらいな。で、今年の芋の状況なんだけども、肌綺麗です。去年ね、本当にね、干ばつで、大不作、北海道も不作、青森も不作、種芋も買えなくて、ちっちゃい種芋を植えたんで、どうなるかなと思ったけど、まあ、サイズ結構いいのもあるなと、ね、いう感じですね。だけども、やはり全体の収穫量は少ない。特に北あかり種買えなかったし、自分の持ってるもの、種芋、ちっちゃい芋で植えたからやっぱちっちゃいです。どうしようもない。仕方ない。で、逆にね、この、あ、こっちちっちゃい北あかりだな。まあ、こういうのが多いです。こういう、コロコロっとしたちっちゃいやつ。まあ、これは来年種芋にしたり、本当にこのちっちゃい豆っ子だったら、丸ごと油で揚げて食べてもいいしっていう感じでやってもいいんで、まあ、これはこれで利用価値あると。で、こっちアンデスレッド。皮が赤いやつ。で、中が黄色いってやつで、これやっぱなんかね、めちゃくちゃでかいっていうのは、あんまないかなと。こういう感じのね、北海みたいなめっちゃでけえっていうのは、やっぱ少ないけれども、安定してね、結構こう、ちょうどいいサイズがコロ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 ってあるから、これでいいかなと。で、結構、育てやすい感じ。みんなそう喋るね。この赤い芋はいいと。育てやすい。アンデスレッドね。これいいなって、佐々木さんって、種芋殺してくれじゃーってね、来るんだよね、結構ね。っていう感じで、今、この2種類。この後また男爵と、まあ、北赤い種買えなかったから代わりに男爵買ったんで、あとは自分の種のメイクインがこの後控えてると。アンデスレッドもまだまだあるんで、どんどん取っていくと。で、こっちね、3日3晩干したと。それはどうするのという話なんだけれども、その時にこの米袋、ね、この米袋に入れて、保管します。ね、これで光ね、もう一回消すよ。ほら、あっち大変光入ってるんだけども、すごく光入ってるんだけども、かなり遮光してくれると。こういう、この遮光があるんで、これに入れて遮光して、さらに、光の当たらない場所を置いて、さらに、古毛布をかけて、遮光して保管します。こうすることで来年の、まあ、4月、3月いっぱいかな、までは、芽が出ず、緑にもならず保管ができると。いうことで、俺これ使ってます。もっとね、遮光できるような場所あれば、このコンテナに入れたまま置いてもいいんだけどもさ、例えば、部屋型の、設置型の大きいね、人間が入ることができるでっかい業務用の冷蔵庫とか持ってれば、このコンテナのまま突っ込んでおけば、寒いから、来年の春までとは言わず、さらに夏、秋1年後までもね、保管できるんで、冷蔵庫があればね、もうないからしゃあないけども、うん、できるんで、それでもいいんだけども、そういう状況ではないんで、この米袋に入れて保管します。段ボールでもいいんだけども、段ボールだとね、ほら、まあ高いなっていう。これだったら、使わない季節になったら、まだ使える紙袋は、この中に、畳んでね、複数の、見えるかな、うん、複数のやつを入れて、保管もできると。場所も取らない。畳んでしまえば、ちっちゃくなる、コンパクトになる。で、安く、これもどこ県ラベル。あ、これは新品のやつ使ったよな。で、中古のやつで、あれ、大量に安く売ってることもあるんで、1枚数円とかで売ったりしてるんで、近所のホームセンターで。だからこれすごく重宝しています。うん。っていう感じでやってますね。だから、やはりこうやって、隙間を開けて、いっぱい入れるんじゃなくて、少しずつ入れて、このサーキュレーターで風を送って、この隙間も通って、奥にも通ってっていう、で、さらに、この暗い環境で乾燥させる。緑にならないように。ここちょっとのれんの間から光入ってくるけどもね、まあ多少は仕方ねえかなと。ね、そんなね、いきなり悪くなるわけではないから、うん、っていう感じでやっています。だからこの作業をしないと、やっぱりね、腐りやすいっていうか、粗動性が落ちるんで、やはり外せない作業だと思います。この乾燥、暗いところでの。こういうのをやった上で、この恋人に入れるのおすすめしてますんで、皆さんもね、じゃがいも取ったらっていうか、まあ、この時期にじゃがいも収穫するったら、やっぱ北国とかの方になってくるから、でも関東とか南の方はね、青森より南の方とかは、秋じゃがいもとかやってるかもしれないから、まあ、もしか来年収穫するってなったら、栽培するってなったら、こういう方法、取ってみることを、おすすめします。俺はこういうやり方やってますよっていうことで、今回動画にしてみました。